コ介、スケお、おいコ介、スケおいってば何度呼ばれても沈黙してたら、ケンヤとは話したくないという意味しかないだろ察しろよ。いや、察するも何もわけわかんねえし、僕がバカじゃなくてもわかんないよいや、全然近くって、あのね、 大ニュースなんだよ。なんだ。どうせくだらないことだろう。クラスの女子がどうとか、朝の電車の女の子がどうとか。あ女の子の話なんかしたことないだろう。僕にはそのなんだよそのフェードアウト。どうせその後にはあの子の名前が出てくるんだろう。いや Leaf 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 別にあかね以外の話もするし。 お前は本当に、アカネが大好きだな。ん誰か、俺のことを呼んでるかあ、あ、あ、アカネほら、お前のことも呼んでるぞ。ああ、もう朝のホームルームが始まるのか。ありがとう今行くわ で、何お前は固まっちゃってんのコ介スケだって、アカネのこと。んケンヤ、何か言った何でもねえよほら行けよ羨ましいケンヤ、一人だけクラス違うもんな。俺は今日も、る麗しいアカネと、 楽しいスクールライフをエンジョイしてくるぜ <laughs> うるせえなそこまで言う必要ないだろう <laughs> <laughs> コースケとは、中学からの親友で、アカネとは幼稚園からの付き合いだ。ずっとアカネと二人で生きてきて、いつの間にかコースケも一緒にいた。 それがとても心地よくて、僕は、茜を好きな気持ちを隠したまま、このままこの時間が永遠に続けばいいと思っていた。だけど、高校二年生、今年の春、クラス替えで僕だけクラスが離れてしまって、今はどうしても、コ介スケが羨ましくてしょうがなくて、 ちょっとだけ嫌な気持ちを抱えてしまっている自分が嫌なんだ。コ介スケもアカネのことが好きなのがなんとなくわかるから嫌なんだ。おはよう、みんな。え、僕、変な顔してるマジかよ、見ないで。みんなの笑い声とは裏腹に。 僕の心はいつも隣のクラスを気にしているじゃあこの問題はコウ浩介君に解いてもらおうかのはい c h 3 c o o h たす l i a l h 4イコール c h 3 c o 2 o h たすリチウムイオンたす アルミニウムイオンですほとんど正解じゃただ最後に H2O が足りんかったの自慢じゃないが俺は結構モテたりするこの高校の生徒会長といえばイケメンのコスケっていうのを どこかのクラスの女子が言っているのが聞こえてきた。いろんな子が声をかけてきて、俺はいつも断る。どんな手紙も、どんな言葉も、俺が欲しいものじゃないからだ。ケンヤの気持ちは、わかってるから。俺が女の子を振り続けることで、ケンヤは何を思うんだろうとか。 そんなことを思ったりするけれどどうしようもないあの子たちと付き合ったところで俺はきっとあの子たちを泣かせるに決まっているからそれじゃあこっちのもう一つ難しい問題はアカネ君に解いてもらおうかのう。 時々ケンヤが羨ましくなることがある中学からのアカネしか知らない俺と違ってあいつは小さい頃のアカネを知っている単純に付き合いが長いこともう一つはアカネとクラスが違うことだどれだけ追いかけても追いつかないこの差をケンヤは間近に見ることはないから さすがじゃのうアカネくん完璧じゃもっと弱いアカネよケンヤは知っている <laughs> 俺って嫌なやつだな